バンク駅及びモニュメント駅はロンドン都心部のシティオブロンドンにある鉄道駅である。両駅は本来別々の駅として建設されたが、現在は地下通路で相互に接続している。両駅は公式には一つの駅として扱われ、バンクモニュメント複合駅として案内されているが、駅の入り口、ホームの駅名板及び地下鉄路線図にはそれぞれの名称が残されている。 バンク駅にはロンドン地下鉄の3路線及びドックランズライトレールウェイ、モニュメント駅にはロンドン地下鉄の2路線が乗り入れており、相互に乗り換えが可能である。両駅合わせてネットワークで7番目に最も混雑する駅となっている。この駅の名称はそれぞれイングランド銀行及びロンドン大火記念塔に近いことに由来する。この駅はトラベルカードゾーンに位置内にある。 モニュメント駅の開業は1884年にインナーサークル線の開業時に遡る。メトロポリタン鉄道とメトロポリタンディストリクト鉄道は1876年にはインナーサークルの大部分を建設しており、それぞれ MR が東側のアルドゲート駅、MDR が西側のマンションハウス駅まで達していた。しかし、MDR は資金面で延伸が難航し、また MR は インナーサークルが完成すると、シティオブ、ロンドン内で MDR との競争が激しくなり減収するのではないかと心配し、路線の完成が遅れていた。これに対し1874年、路線の完成を望むシティの資産家が、マンションハウス駅からアルドゲート駅までを結ぶための、インナーサークルコンプリッションレイルウェイを設立した。この動きに触発され、MR はこの会社を買い取り、 1879年に MR と MDR はインナーサークルのこの最後の区間の建設を始めた。1884年10月6日、インナーサークルの最後の区間が開業、環状線が完成し、この際にモニュメント駅も開業した。当初は両鉄道の列車によるインナーサークル系統の一部として利用されたが、後に様々な運行系統のパターンが行われている。 その後1949年までは、インナーサークルは、ディストリクト線の一部であったが、同年より、インナーサークルは、サークル線として、独立の路線となった。バンク駅の駅入口ウォータールーシティ線から、改札への動く歩道ウォータールーシティ線、ホームノーザン線のホーム級カーブ上にある、セントラル線ホーム1898年8月8日、ロンドンサウスウェスタン鉄道が、 同線の終着駅のウォータールー駅とシティオブロンドンを結ぶため、ウォータールーシティ鉄道を建設し、路線が開業した。この駅は、マンションハウス駅に近いクイーン・ビクトリア通りの下に、プラットフォームが設けられた。この駅はもともと、シティ駅の名称であった。プラットフォームに至るスロープには、地下鉄全体で数機しかなかった動く歩道が、設置されたが、これは、かなりの角度の傾斜がある。 ウォータールーシティ線の駅の広告はしばしばスロープ出口の壁と天井に大きく描かれた壁画の形をとって提供されている。これは地下鉄でも最も大きい広告の一つである。バンク駅として最初に開業した駅は1900年2月25日にシティサウスロンドン鉄道がボロー駅からムーアゲート駅まで延伸開業した際のものである。なお同日に 近隣する別トンネルにあった、この路線の初期のターミナルである、キング・ウィリアム・ストリート駅は廃止されている。駅舎に予定された場所は、ロンバード・ストリートの角にある18世紀に建てられた、教会であるストリートメアリー・ウルナス、セントメアリー・ウルノースの土地であり、C&SLR は教会を取り壊すための許可を得た。民衆の抗議は、会社が教会の地下に、 地下の切符売り場とエレベーターの入り口だけの駅舎とする計画へと変更させた。これは別の場所に建物本体を移動し、教会の地下を鉄骨の枠組みで強化し、教会の基礎を支えることを必要とした。その後駅施設はエスカレーターへと大きく変えられたが、切符売り場への当時のエレベーターは現在もまだ使用中である。1900年7月30日、バンク駅まで。 セントラルロンドン鉄道が延伸し、東の終点として開業した。CLR は、王立取引所イングランド銀行、マンションハウスなどがあるために駅舎を完全に地下に建設せねばならなくなったことも、相まって C&SLR と同様にシティ内の路線建設に多額の費用を要した。駅を交通の多い交差点の地下に建設し、歩行者の交差点として機能する。 公共地下道として提供するように、ロンドン市当局によって許可が与えられた。道路への影響を避けるため、駅のエレベーターは、通常のように2機のシャフトを組み合わせたものではなく、別々のシャフトが用いられた。沿線の建物の所有者に対し、建設と列車運行による振動の保障をすることを避けるため、CLR のトンネルは、通りの地下に、通りに沿うように建設された。 その結果、セレドニーダル通りからポルトリ通りの地下に建設されたプラットフォームは一方の端からもう一方の端を見ることができないくらいにかなりの急カーブ上に位置することになった。また、セントラル線はバンク駅の東でもイングランド銀行の金庫を避けなければならなかったため、急カーブによることになった。CLR、W&CR 及び C&SLR の 駅は近接しており、また乗客が多いために競争をする必要がなかったことから、その後すぐにそれぞれの駅の改札が相互に接続された。なお、近深いところにある CLR と C&SLR のプラットフォーム同士は1920年代に駅にエスカレーターが導入されてようやく直結した。1933年 C&SLR のホームの南端は、 モニュメント駅に近かったために、動く歩道が接続のために建設された。この時から、両駅の名前は、バンクフォーモニュメント及びモニュメントフォーバンクとなった。1941年1月11日、ドイツ軍の爆弾がセントラル線の切符売り場に落ち、58人の死者、69人の負傷者が出た。長さ120フィート、幅100フィートのクレーターができたため、 ベイリーブリッジが架けられた。駅は2ヶ月間閉鎖した。1991年、ドックランズライトレールウェイは、ノーザン線のホームに並行するように、地下延伸線を建設した。DLR のホームは、他路線との間に通路を設置し、また使用されていない、エレベーターのシャフトの基部を経由して、ホームに至る通路で、セントラル線ホームの一方の端に連絡した。この通路によって、 バンク駅とモニュメント駅の乗り換えの際に混雑するノーザン線のホームを通る必要がなくなった。また、西行きのホームへは増築した別の通路でも連絡した。さらに、コンコースからセントラル線に至る新しい通路がウォータールーシティ線に提供された。これらのトンネルの建設中、ウォータールーシティ線の最初の建築物であるジェームズ・ヘンリー・グレートヘッドの トンネルシールドの剥き出しの部分を使用した。このシールドは、現在も乗客が歩いて通過する際に見ることができる。2003年9月7日、バンク駅で、The Most Realistic Live Disaster Exercise of It's Kind と告知された防災訓練に使用された。この訓練は、数時間かけて500人の警察、消防、救急及び、ロンドン地下鉄の人員が出動し、化学攻撃、 生物攻撃、放射能もしくは各攻撃発生時に対する大規模戦場のための緊急出動の訓練が行われた。北から南にの順に領域の構造を記すと以下のようになる。ロンドンバスラウッズ8、11、21、23、25、26、40、43、76、133、141、 242および388系統。また深夜バス N8、N11、N21、N26、N50、N76 および N133 系統が駅に発着する。バンク駅ロンドン交通局ロンドン地下鉄。セントラル線セントポールズ駅バンク駅。リバップルストリート駅。ノーザン線ロンドンブリッジ駅バンク駅。ムーアゲート駅ウォータールーシティ線。 ウォータールー駅バンク駅、ドックランズライトレールウェイバンク駅シャドウエル、駅モニュメント駅ロンドン交通局ロンドン地下鉄、サークル線、キャノンストリート駅モニュメント駅、タワーヒル駅ディストリクト線本線キャノン、ストリート駅モニュメント駅、タワーヒル駅、ありがとうございます。